心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。2本目です。はい、ということで前回に引き続き200回記念ということで、はい、渋谷山の内から公開収録をお届けしています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかいいですね、この渋谷公会堂っぽい感じの渋谷公会堂でなんかトップ10とかね、 ああいう感じ、まあ、古い、うん、皆さん大体知ってますよね。大丈夫ですよね、ついてこれるかなと思って言ってるんですよはい、どうぞ。はい、はい、ということで、201回目ということになりますので、うん、はい、101回目のプロポーズでありましたけどねありましたね、はい、ありましたね、武田鉄矢さんと。そう、私は死にません、死にません、マイクが好きだからみたいな感じでね、なんかいろいろ混ざってる感じがしますけどね、はい、ごちゃ混ぜでね。はい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 、どうぞ続けてください。はい、はい、ですね、これね、今回は皆さんからのエピソードなんかをいろいろ紹介本編でしていきたいと思いますので、そっちに入っていきましょうよ、それで、はい、なのでちょっとオープニングを一回チェアマンに締めてほしいなっていうふうに、はい、そっちに長めに行ってみたいんで、はい、進みますね。はい、はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで公開収録ということですけども、うん、今回の公開収録すごい楽しそうですよね。もう毎回公開収録したいもんね。いやいやいやね、それはそれで大変そうですけど、もうなんならもう300回まで毎回公開収録しちゃいましょうかね、もうね確かに、もうねえ、もうねえ、もうでもそれぐらいの元気の良さを感じますけどもね、うん、はい、はい、で今日はですね公開収録に参加していただいたリスナーの皆さんに、はい、あなたと B リーグの出会いについて、うん、それからあなたの心がたぎった B リーグの一幕についてと、うん、事前アンケートを取っておりますので、うんうんうん、これをですねちょっと皆さんと一緒に聞きながら、うん、チェアマン気になったところとかをですね、うんうん、ちょっといろいろと拾っていきたいなというふうに思います、うんうん、はい、じゃあまず B リーグとの出会いということで、ラジオネーム仲良しさん、福島ファイヤーボンズのスポンサードの企画書臨機書を作成したから初めて会ったという方もいらっしゃいますね。はい、ということでちょっと詳しくお聞きしたいなと思いますけども、まあ、うちの会社がですね、はい、建設業の中小企業でして、はい、なかなか人若い人が取れないということで、はいはい、今年で4年目になるんですけれども、はい、まあ、私がお風呂入ってる時にですね、はい、ふとこうなんかスポーツのスポンサーになって若い人にこうアピールしたいということで、ほう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 、何にしようかなと思った時に思いついたのが B リーグ。ありがとうございます。ありがとうございます。それで採用とかなんかいい感じになっちゃったりしますか？そうですね。一応去年は10人以上採用できて、すごい。もう全国の企業の皆さん聞いて。で一応その採用以外にもですね、はいはい、B リーグその、まあ、福島ファイヤーボンズの社内でのこう盛り上げとかそういう企画を、はい、若い社員にチームを組ませてこう やることによってこう若手のですねこうモチベーション向上とかこう OJT ということで活用したりだとか、はい、まあ、運動会に、はいはい、まあ、今年山内翼選手が来ていただいて、はい、お子さんとか若いお母さんとかと一緒に、はいはい、ミニバスをやっていただいたりとか、ありがとうございます。ありがとうございます。もう引き続きね、もう応援してくださいね。はい、私来月福島2回ぐらい来ますから。あ、ぜひ、はい、お会いしたいです。もう何するのか分かってないんですけど、突然なんか行って突然喋るとかって感じでいつもやってるんで、ぜひ馬刺しとか鯉のお刺身とか、はい、鯉ぜひいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。郡山最高。中谷さん、最高です。ありがとうございます。皆さんもぜひ福島にお越しください。はい、ありがとうございます。はい。それからですね、島田チェアマンのノートをたまたま読み感動したこと、これが B リーグの出会い。誰ですか？私のノートがきっかけで B リーグって誰ですか？あれ誰だろう？え、それ嘘？いやいや嘘じゃないです、嘘じゃないです、嘘じゃないですね。あ、これはあれですね、さっき示した目標の、あ、
さすが。ちゃん言ってくださいよ。言ってくださいよ。あ、本当に。そうなんですよ。え、ノートきっかけなんですか。毎日続けとくもんですね、ノート。うちの広報聞いてる？うん。継続は力ならないですね。そこまでやる必要あるってみんな思ってない？本当ですね。さらにさらに、ラジオネーム SFC1 号さんですね。初めて行った船橋アリーナで島田さんがご自身の本を販売されていて購読して読んだ。ご自身の、あ、そちらで、さん、手売りされてたって感じですか、これは。もうよくね、SFC1 号さんではい、はがきいただいてますけど、はい、もうぜひマイク持っていただいて、はい、ありがとうございます。あの SFC1 号っていうのは島田ファンクラブ1号っていう、あ、なるほど、ことで、先ほどからノートを見てファンになった時、ちょっとライバル心が燃えてるんですけどなるほど、どんなライバル心ですか、はい、島田さんのファン1号として自称で名乗ってますので、はいはいはい、ありがとうございます。もうそんな風にいただいて、もう本当にテンション上がります、それが B リーグとの出会いってことなんですね。あのジェッツの試合会場船橋アリーナで、はい、私ね、あの本とか出版して試合会場で毎試合サイン会とかやってたんですよね。そう、最初はお見かけした時に、はい、あの、うん、まあ、うち子供が行きたいと言ったんで行ったんですよ、ね、はいはいはい、でその時に島田さんお見かけして、はい、まあ、どっかの不動産の社長がなんか財を成してなんかクラブ買ったのかなと思ったんですけど、はいはい、本を拝聴した時に、はい、拝読して、はい、もうすごく感動して、このあのオフィスをきれいにする本です。そうで、それで、うん、ファンになりまして、はい、そこから追っかけてます。で毎回試合会場来ると T シャツにね、もうサインとか言ってくれるんですよ。あ、そうなんですか。はい、もうこの辺もジェッツの、あ、もう、なるほどなるほど、皆さんもう本当にいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。お世話になってます。懐かしいな。そういうこともきっかけで、はい、Bリーグの出会いということですね。あの頃はな。はい、ありがとうございます。続いて、友達に誘われてザ・ファーストスラムダンクを見に行って、それから、ワールドカップの流れでスピーディーで飽きない展開でバスケに興味を持って、渋谷対長崎戦を観戦したということで、はい、ラジオネームは小梅さんという方です。小梅さん、小梅さん、あ、そちら、あ、なるほど。ちょっとお話をじゃあお聞きしましょうか。小梅さん、はい、結構割と最近ですね。いかがですか、スラムダンクからワールドカップ見て、実際 B リーグ見て、今すっかり B リーグのファンということでよろしいんですか。その通りです。どの辺が面白いですかB リーグ。あんまりスポーツ観戦今までしてこなかったんですけど、うん、バスケの試合はすごくスピーディーで飽きる時間がなくて、はいはい、で一回見に行ったらすごくドハマりしてしまって、でもあれですね、スラムダンクからのワールドカップからの川崎ブレイブサンダースからの島田のマイクってすごくないですか。確かにそうですね。なんか成長スピードが、そうですね、こうですね、上にギュッと、はい、NVIDIA ぐらいすごい。この半年ぐらいですっかり沼に落ちました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続いて心がたぎった B リーグの一幕ということでいくつかいただいてますので、ちょっと紹介していただきたいと思いますけども、仙台 AT9ers のオープニング、江戸時代から伝わるスズメ踊りを AT9ers のチアーズが舞うところから始まる仙台らしさ全開のパフォーマンスは圧巻でしたということで、ラジオネームヤマトさんですかね。ヤマトさんいらっしゃってますか。ヤマトさん、あ、いらっしゃいました。そちらですね、ヤマトさん。皆さんヤマトさん知ってますよね。なんかあの X とかでね、ヤマトさんね、はい、ご無沙汰しております。はい、その説はお世話になりました、ね、ありがとうございます。今チアリーディングのね、チアの皆さんの魅力を結構全国的に啓蒙されてる山田さんでございます。はい、私とこの番組で、島根の南ちゃんと、はいはい、葉月ちゃんの会に出ていただいてね。そうだそうだ、そう、私じゃ心もとないってうちのスタッフがね。ありがとうございます。ありがとうございます。その説は、はい、収録の時は喋りすぎだって怒られました。申し訳ない。私もちょっとだけ思いました。もう熱がこもってたから。ということで、実際に感動したというところで AT9ers のチアというところですけども、ちょっと詳しく、はい、はい、行かれた方もいらっしゃると思うんですけども、オープニングパフォーマンスはあの伊達家ですね、あの仙台伊達家、まあ、江戸時代から殿様の前で披露していたスズメ踊りというものを、はいはいはい、今の社長の志村社長が、はいはいはい、ディレクターの方に、ぜひ仙台らしさを前面に出してほしいっていうことで、はいはいはい、スズメ踊り今も踊り続けてる方々を
実際に招いて踊ってというオープニングになっているので、なかなかあの全国各地チームありますけど、その地域のカラーを前面に出してるっていう あのチームはすごく少ないですし、羨ましいなっていう思いで見てましたけども、はい、ありがとうございます。ぜひじゃあ仙台に行った際にはそこ注目ということですかね。はい、素晴らしいね、ありがとうございます。もう愛がこもってるからね、はい、すごいですよ、うん、続いてですけどもご紹介していくのは、ラジオネームハネさんですかね、23-24 シーズン最終戦、横浜 B コルセアーズが新しく出来上がった横浜分隊で初勝利を挙げた試合、成績が伴わない苦しいシーズンで、さらに、センターポジションのメンバーが全員欠場の中、メンバー全員でハードに動き守り攻め続け勝ちをつかみ取るとことができたということで、非常にこれが思い出深いなということで、ラジオネームハネさん、ハネさんいらっしゃいますか。あ、ハネです。あ、よろしくお願いします。お願いします。感動したということで、この試合ちょっと振り返っていただければと思いますけども。そうですね、私自身今年じゃない 2-3-2-4 のシーズンから、はい、横浜 B コールの方を応援し始めていて、はいはい、で計10試合ぐらい行ったんですけど、うん、ひたすら見に行く試合って勝てなかったんですよね。なるほど。ずっと勝てなくって、で最後の最後に見に行った試合がシーズン最終戦で、そこで今あのコメントいただいたようなところの内容でも勝って、ですごく印象深かったのと、あとはその試合、あの川崎のニック・ハジーカス選手の、うん、一番最後のレギュラーシーズンの試合になっていて、で、まあ、その、まあ、セレモニーとかもあって、あの、まあ、横浜もすごくその分隊での初勝利っていうところで印象深かったのと、川崎もそのニック・ハジーカス選手の引退に一番最終試合というところで、あのすごく印象深かった試合かなと思います。なるほど、ありがとうございます。そっか、ニック・ファジーカス選手のそうか公式最終戦ということで、そっか、分隊そうだったんですね。確かにそうでしたね。はい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 、ありがとうございます。ニック・ザ・ラスト行きました。あ、行きましたね。 あそこにいましたんで、はい、私もじゃあ引き続き横浜 B コルセアーズを応援していくということで、はい、箱押しで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそしてですね、自由記入欄、あ、これ面白いですね、ラジオネーム、安保敦さん、私もポッドキャストを始めてみたいので、島田のマイクを始めたきっかけや続ける上で大変なことなど知りたいです。どうやってリスナー獲得しているかも気になりますということで、何が大変ですか。安保敦さん、どちらですか。あ、トイレに行かれた。これも自由な感じですね。そんな間ある。じゃあちょっと飛ばしましょう。はい、お待ちいただいて、はい、アルファメイト野口さん、はい、越谷市議会議員の、野口孝明です。ぜひ島田さんと熱いトークをしたいです。市議会議員さん来てますから、はい、今日は市議会議員の野口孝明と申します。あ、どうもです。ちなみに野口さん、越谷の盛り上がりどうなんですか、市議会委員から見て。私6年前から B3 から B2 上がるときからずっと応援させていただいてるんですけども、はい、かなり上がってきてます。全然200人とか100人しかいなかったんですよね、はいはいはい、会場に、はい、で体育館もサブアリーナで、はい、私最初観戦したの2階の立ち見、はい、もう手すりにこうやって寄りかかって見たのが最初なんですけども、はいはいはい、今はもう4000を超えて、多分今シーズンは4000オール行くんだと信じてます。はい、4500しか入らないんですけど、はい、4000オール行くと信じてます。素晴らしい、はい、お願いしますね。もういや、もう上原社長を筆頭に、もうチームのフロントの皆さんもすごく一生懸命、ね、もう駅でそれこそこのうちわ配って、うん、皆さんも駅でもう政治、私より駅に立ってる感じで皆さんもうどんどん配ってアピールされてるんで、はい、なるほど。やっぱ越谷とかはもうなんかやっぱりこうどぶ板営業というか、もともと宇都宮ブレックスがあって、はい、でそこに山谷社長がいて、でロボッツに行って、はい、でロボッツから の, そのメンバー、いわゆるこのブレックスとかロボッツを盛り上げてきたこの熱い人たちが、ね、結構やっぱり甲子園に来てるんですよ、はいはいはい、だからなんか ルーツ的にはなるほど、もう元々一緒なんですよね、はいはいはい、だからやっぱ兄弟なんで、はい、やっぱ熱いですよね、はい、で今ファンクラブももうすでに5200人超えて、本当に
会場4500しか入らないんですけど、はい、もう5200人で、そのうち2300ぐらいが越谷市民だっていうような話を最近社長がずっとお話しされて、もう市議会議員なのにクラブのスタッフみたいに、はい、もう何回も社長の講演聞いてるんで、そのまま全部インプットされちゃって、素晴らしいですね。そのままあの市長に一般質問できる、ありがとうございます。もうその調子でもアリーナもよろしくお願いします。アリーナ、はい、レイクタウンにアリーナできるように頑張ります。ありがとうございます、ありがとうございます。越谷レイクタウンでかいですからね、日本一大きい、日本一でかい、はい、ね、アリーナ、そうですよね、はい、あね、もう武蔵野線でね、確かに行きやすいところだね、ジェッツの皆さんね、ご近所で、はい、もうしょっちゅうジャンボ君連れてくださる方たくさんいらっしゃる、はい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 、もう武蔵野線ダービーで、はいね、武蔵野線ダービー、もういろんなところでね、勝手に約束がいろいろ交わされてますけども頑張ります、はい、ぜひ成就できるように皆さん頑張って、もうここ流しますからね、もう市長にも聞いてくれって、もう私なんか陳情書を送りますからね、はい、ぜひお願いします。もうよろ、福田さん、福田市長聞いてくださいね、福田市長お願いします、はい、市長、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。今度直接お願いに来ますから、市長にね、よろしくお願いします。そしてじゃあ戻りまして、ポッドキャストを始めてみたいというところで、そう、この人、アムさん、アンボアツさん、はい、そうですね、始めたきっかけと始める上で大変なこと、アンボさんもいつもね、アムさんはもうね、私のノートにいつもコメントしてくれるんですよ。はいはいはい、ありがとうございます。そうなんですね、はい、ありがとうございます。私のノートにコメントしてくれる数少ない確かにいつも2人ぐらいとか1人とか2人ですもんね2人に対して私はもう頑張って返信してるんですからね。でも結構読まれてますもんね。私は X には返信しないですけど、インスタとノートは全部返してるんですよ。ぜひコメントしてください。リプそこだけはするっていう、これを言ったら大変になるんですね。これ始めたきっかけっていうのは、でも元々あれですもんね、島田のマイク始めたきっかけ、あ、その話、はい、今どの話なのかな、どの話、まずそっちから、島田のマイク始めたきっかけ、はいはい、もうこれオファー来たんですよ、バスケットボールキングさんから。あ、そうそうそうなの、元々私がチェアマンになって7月2020年の7月に就任して、8月とかもう9月ぐらいにはこういうことを企画してるんですけどやりませんかって言って、あ、面白いねってすぐ即答して、そうそうそう、10月か9月の末か10月ぐらいからスタートした。なんで元々は私ラジオ好きなんですよ、うん、もういつかオールナイトニッポンに出たいっていう、そうなんです、だから元々はそうですね、そう、もうトンネルズとか大好きでっていう、ずっと聞いてたんですよ、うん、谷山ひろ子さんを3時からとか、皆さん知ってます？わかんない、ちょっとあれですね、あ、そうです、さすがに、ね、ついてこれないか、そうですね、だからあれです、元々あの川淵三郎さんがずっと長くラジオをやってらっしゃったんですよね。あの川淵三郎さん、俺たちのキャプテンっていうのをずっとやってらっしゃって、で、まあ、そういうトップの方がラジオとかでこうメッセージを送っていくのってなかなか珍しいしっていう話もあって、まあ、島さんラジオお好きだし、もしかしたら興味持ってくれるかなと思って行ったら、いいよみたいな、なんかで200回通じちゃったっていう、そんな、そして今日皆さんにお会いするっていうね、そうそうなんです、ありがとうございます、そうなんです、ね、皆さんのおかげです。ちなみに続ける上で大変なことって何かありますか？続ける上で大変なこと、継続ですか？そうですね、なんか喋る内容とか、なんか毎回大変、考えるの大変だな、本当はね、究極言うと私は毎日やりたいんですよっていうのは、1週間に一遍じゃないですか、でもここで白状するのもなんですけど、基本的には2週間に一遍2本撮りしてるんですよ。で、2週間に1回話すって、2週間でもとてつもないことが起こってるわけですよ。でも鮮度がもう古いんですね。本当のこと言うと、例えば今日のことは明日の朝の、なんていうかな、もうスマホとかで喋って流すみたいな感じのを繰り返す方が本当は理想なんですよ。でも2週間で今ずっとやってますけど、まあ、要は何を言いたいかと、まあ、コンスタントにできるだけ短くする。例えば月1とかだと続かない、2週間に一遍ともきついね。で、週1でギリで、継続するんだったら本当は毎日ぐらいやるつもりで、やった方が続きますよ。そうすると日常生活の中でアウトプットの前提の生活になるから、インプットの精度がアンテナ上がるから、本読もうが雑誌読もうがテレビ見ようが、どっかでこれ喋るネタ欲しいなと思うから、もう感度がね高まるんですよ。だからその精度を上げるには、コツは短めにやる。これ別にこれなんかダイエットだろうが、なんか読書だろうが、なんでも一緒で、なるべく短く間を空けないのが継続するコツなんですよ。逆なんですよ、皆さんなんか続けるとみんなしんどいって言うじゃないですか。逆続けた方が、短いスパンでやった方が続くんですよ、はい、毎日朝起きて歯磨くみたいなもんで、そんな感じで、はい、200回お届けしております。
ありがとうございます。大丈夫ですか。たまには大人にも真面目に返す、凛太郎くんに続いて真面目に返す。まあ、ということでそうなんですよね。実はあの毎日やりたいっていうあの熱い思いをですね、あの丁重にちょっとお断りしたっていうあの作るのは作るので大変なんでちょっと勘弁してくださいっていうのを、実は私から申し上げたということで、渋々2週間に1回にしていただいてる。いやだからもうあの黒柳徹子さんに嫉妬してるんですよ私は。もうデイリーじゃないですか。もう毎日やりたいって言った時のスタッフの凍りついた顔がもう忘れられないんでちょっとすいませんっていう。ダメ。ただあの結構もうネタはですね多分尽きないので。もういっぱいあるんですよ。そうなんですよ。もうだから本当そうなんですよね。もうなんかいろんなことがあるので、収録自体はもう打ち合わせなしでいつも喋りたいことを喋っていただいてっていう感じにしてます。ぜひじゃあちょっとポッドキャスト挑戦していただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっちゃってください。もう今日ここまでみんなの前で言ったから、もうリスナーが35人ぐらいはできますからということで、ね、大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあ、本編はここで一回締めたいというふうに思います。島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということであっという間の公開収録の終わりということになりますけども、まだ回は途中なんですけども、改めていかがでしたか。最高だったんじゃないでしょうか。いや本当、いや私の本当好きなんですよこういうの。いやもうこういうのもう大好きで、うん、だからね、うん、もう感無量ですよね。あそうですよね。本当に毎週やりたい、うん、そう毎週飲みながらやりたい、ねね、本当ですよね。飲みながらね、うん、毎週参加してくれ本当に名古屋からめちゃめちゃ高くするよねそれね。本当ですね、はい、でもまあそれぐらい楽しいということですね。そうそうそう、やっぱこう、ね、私が楽しくないとみんな楽しくないと思うんでね。なるほどね、はい、そうですよね、はい、はい、ということでまあねこれきっかけにということで、まあ、各地にねまたあの出張に行かれたりとかっていう時にできればファンの皆さんと交流を深めたいと。そうそうそう、今日これスタートですから。そういうことですよね。今シーズン本当に、うん、あのちょっとこのねラジオでも言ってますけど、飲み会をやってきますんで、うん、もうすでに試合会場で試合を見た後にファンと飲むっていうのをいつかもうセッティングされ始めてますから。ですから今日これが一発目。あとはそれぞれの地域でそれぞれのブースターさんと本当に有言実行でやりますから、ぜひその地域にね会った場合にはまたそうですね、もしかしたら長野でも、うん、長野でも大阪でも大阪でもね、はい、会うかもしれない。はい、だから今日なんですかね、初日ですから、初日でファイナルで千秋楽をね迎えて、まあ、さすがにファイナルの後飲み会しましょう、誰も来ないと思うんですけど、ね、そうですね、そうですね、はい、まあでもそれぐらいの勢いでということで、そのぐらいの勢いで、まあ、駆け抜けたいなと思ってますんで、はい、いやでも本当にあっという間、はい、楽しい時間、はい、あっという間ですもんね、はい、じゃあちょっと最後締めていただきながらということでいきましょうか。はい、はい、これね皆さんねびっくりするでしょう。毎回これ同じこと言ってるんだから普通に撮っておいてそのまま流せばいいじゃんと思うでしょう。これ毎回言ってるんですよでも毎回覚えてないですよ。ただ毎回見ているんです。まあ今日は見えないですけどね。はいはい、島田のマイクでは、あーダメだね、うん、ちょっとはずきります。はずきります。こんなエンディング読むだけで頑張れとかも本当に皆さん甘やかしすぎですよ。こんな過保護な53歳います。本当ですよね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りをお待ちしています。どうでしたか、うん、いつもよりちゃんと読めてると思います、うん、はい、飲んでるからね飲んでるからね、はい、なんか今あの喋りながら、うん、あカラオケってこんな感じだったなってなんか自分でいい感じかな今みたいな感じであるじゃないですか。皆さんに後押しされて頑張ってる感じがありましたね。みんなの声、ね、はい、のおかげでね、はい、はい、じゃあ締めます、はい、はい、島田のマイク。ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週、ありがとうございました。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。